こんにちは、京成ラインカバーガールの石崎ひなです。前回の5月号皆さんチェックしていただけましたか？はい、今回6月号では京成電鉄の歴史についてご紹介しています。私自身昔ここに駅があったんだよっていう場所に行くのが初めてで、こう今は住宅地になっていたり、昔はここに線路があったのに今は普通の街になってるんだっていうことに驚きとちょっとなんか悲しみもあったり、でもすごく感慨深かったです。皆さんもぜひ6月号を手に取って皆さん回ってみてください。